床にも鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も、カノン君もそれらしいものを以前夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと最近ではお屋敷の中で深夜に不思議な足音をよく聞くと使用人の間で話題です。私たちは肖像画の中のベアトリーチェ様が姿を消してお屋敷の中を散歩しているんだろうと囁き合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。でも怯えることはないんですよ。ベアトリーチェ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで敬意を持っていれば決して悪いことはしないのだそうです。ただし敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい、私が勤めを始める直前に階段を転がり落ちて腰に大怪我をして辞めた方はベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちはベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと噂し合ったそうです。敬わないとお怒りに触れて怪我をする。つまり使用人たちにとってベアトリーチェって存在は、じゃあつまりこの島でとても人間技とは思えない何かが起これば、それはベアトリーチェの仕業だとなるわけか。うん、シャノンちゃんも言ってた気がするな。ちゃんと閉めたはずの窓や扉や鍵がもう一度見回りに来たら開いていたとか、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたりとか。んで確かジェシカは朝出かけようとしたらカバンが見つからないのもベアトリーチェの仕業だってふざけてたんだよね。よく覚えてるな。普通なら妖精さんが隠したとでも言うところが、この島ではベアトリーチェがになるってだけの話だぜ。ま、そんなくだらない話さ。このお屋敷も築30年くらいになるそうだからね。それだけになれば
多少の怪談やオカルトは生まれてくるものだよ。学校の七不思議なんかのようにね。そこでチェス盤をひっくり返すぜ。ん？つまりこの島では人間にはできないことはベアトリーチェの仕業と置き換えることができるルールがあるってわけだ。人間にはできないこと。人間は何人だ？18人だ。つまり犯人はこの島のルールにのっとってこの事件は魔女の仕業だとアピールしてることになる。つまりそれは19人目の仕業ですよと訴えたくて仕方がないわけだ。気に入らねえぜ。全然気に入らねえ。気に入らないって何がだよ。仮に不可死の19人目が存在してそいつが自分の存在をアピールしたいなら俺ならもっと完璧なタイミングでやるぜ。完璧なタイミングでってのはどういう意味だい？ああ、だって事件は深夜から未明にかけて起こったの？深夜まで話し合いをしてたり夜勤をしてたりあるいは部屋に帰って寝ていたり、どいつもこいつもアリバイがあやふやで十分内部犯行が疑える段階だ。ジョージの兄貴もエヴァおばさんに聞かされてるんだろ？内部犯行の可能性が高いって話。まあね。つまり不可死の19人目が実在したなら最初の事件は自分のアピールに失敗してるんだ。いや、そもそも時間帯がミステイクだ。不可死の19人目をアピールするためには死んだ6人以外の12人が全員白であることが確定している状況下で行われなければならない。疑わしい人間がゼロにならなきゃ自分の存在をアピールできないんだよ。だから全員のアリバイが一番あやふやになる深夜の時間帯は19人目にとって自分が一番あやふやになる時間帯でもあり、にもかかわらずその時間を選んで犯行に及んだ。そんな時間に犯行を起こせば18人の誰かが疑われるのは明白。にもかかわらずマリアに手紙を渡して魔女を名乗り、誰もが自分でないと否定している。つまりベアトリーチェという19人目がいるように見せかけたい人間が18人の中にいると、こう言いたいのかよ。なんだかぶっ飛んだ発想だな。まだお袋の屋敷の外に不審者が潜んでいるって話の方が信憑性があるってもんだぜ。まさかバトラはこの客間の中に犯人がいると疑っているのかよ。ああ、何者かが俺たちにベアトリーチェが存在すると認めさせようとしている。そうさ、昨夜のあの手紙からもう事件は始まっていたんだ。証拠も根拠も何もねえけどな。鉄板を逆さにした限りじゃ俺の見立てはこんなところだ。ぶっ飛びまくってるにも程があるぜ。妙な推理小説の読みすぎじゃねえのかよ。でも無視できない着眼点もあるね。19人目がいるかいないかは別にしても、その犯人は確実にこの島のルールにのっとって何かを仕掛けてきている。僕はね、今バトラ君の話を聞いていて少しだけ気持ち悪いことを思い出してたんだよ。気持ち悪いことって？うん、覚えてるかい？ベアトリーチェの手紙。ベアトリーチェは李氏の回収を行うと言っていたね。そして李氏とは後宮家の全てだと言った。言ってたぜ。確かに言ってた。そして李氏の回収をこれから行うが、黄金の謎を解いたらその権利を失うとも言ってたよな。おじい様は黄金を授かり後宮家を再興した。つまり黄金を資本に生み出したもの全てが李氏だってベアトリーチェは言っている。つまり冗談きついぜ兄貴。まさか後宮家の全て、つまりじい様が生み出したものすべてってことは、じい様から血を分けた一族のことを指すってのかよ。あの手紙をそう読み解いたなら、この殺人はベアトリーチェが行った正当な李氏の回収ということになる。となればこの事件はまだ続くよ。李氏の回収はまだ途中なんだからね。Thank you.
たち全員を殺すつもりかよ。でもおかしいよ常人兄さん。ならどうして6人だけ？他に大勢殺せたはず。どうしてそれをしなかったの？特別条項だよ。黄金の謎を暴く者が現れたら李氏の権利は失われる。そして手紙の最後にはこう結ばれていたはずだよ。おじい様の黄金の謎をみんなで解いてみろとね。ジーザス、ようやく犯人のメッセージが分かってきたじゃねえか。つまり犯人は俺たちにじい様のあの碑文の謎を解いてみやがると言ってるわけだ。しかもぼやぼやしてればどんどん李氏の回収を進めちまうつもりだ。確かにそう考えるとあの怪しい手紙も納得がいくというもんや。その動機はなかなかええ線をいっとると思うで。マリアちゃんに手紙を渡したのが誰かはさておきな。おお、ベアトリーチェはいる。おオーモンなど存在しません。ですがその存在を盲信する犯人がお父様の黄金を目当てでそれを私たちに解かせて横領を企んでいるという動機はなるほどと頷けるものがあります。しかしならばなぜ後宮家の主要な人物ばかりを最初に殺したのです？道理ですな。謎を解かせるなら金蔵さんに近しい人物を先に殺すことは得策ではないはずです。そうね。それにその論法で行くんだったら最初にお父様を脅迫した方が早くない？私たちに謎を解かせるよりも本人に答えを聞いた方が早いはずよ。確かにその通りや。もっともお父さんが並大抵の脅迫で口を割るとは思えんが。金蔵さんをよく知る方なら金蔵さんが並大抵の脅しには屈しないことをよく存じているでしょう。これだけの財産を持つ後宮家を背負われる方です。今日まで様々な攻撃や脅迫にさらされてきました。それら全てに打ち勝ってきたからこそ
今日の繁栄があるのです。それに関しては私も同感だぜ。うちのじい様が脅されて何かに従うなんて、ちょっと想像もつかないぜ。ジェシカ、言葉遣いがはしたないです。はい。なら、こういう発想はどうだ？いや、これもぶっ飛んでるか。犯人が隠された黄金が狙いってんなら、俺たちに解かせるのは効率が悪い。謎を作った本人に答えを聞く方が手っ取り早いさ。じゃあさ、これはつまり全てじい様に宛てたメッセージってことじゃないのか？話じゃない。つまりお父様はどこかに監禁されていて、黄金のありかを話さないと次々に殺人を繰り返すぞと脅されているわけ。その話のどこが面白いのか理解に苦しみます。この時間になっても姿を現さない以上、おじい様が事件に巻き込まれているのはほぼ間違いないと思います。それを思えばバトラ君の仮説も無視することはできないんじゃないですか。ジョージは黙ってなさい。そもそもお父様っていついなくなったのかしら。最後にお父さんの姿を見たのは誰や。多分私でしょう。今朝主人たちの姿が見えないと騒ぎになった時、お父様の書斎にいるかもしれないという話になり、私がお部屋にお伺いしてそこでご挨拶をしました。そういえば書斎の鍵をずっと借りっぱなしですね。源氏、これは返しておきます。ねえ源氏さん、どうせ警察はお父様の部屋も徹底的に捜査すると思うわ。何を隠していてもどうせ暴かれちゃう。だったらちょっと早く今この場で話してくれてもいいんじゃないかしら。何のお話でしょうか。シンプルな話よ。お父様の書斎はその鍵がなければ外から入ることはできない密室よ。その定義の確認をしたいの。お父様の部屋には入り口が一つある。あとは窓？他に出入り口は？ありません。中に入るには入り口しかありません。間違いなくね、秘密の隠し扉なんかがあったりはしないのね。お父様が不在である以上、後宮家の最高序列者は私よ。その後宮家の当主代行として聞いているの。それを理解した上で答えなさい。あの部屋には入り口以外に他に出入り口は？お父様の最高の側近だったあなたは知っているはずよ。